お休みになる？あら。おお、来たか、ノア。いいタイミングだ。少し話がある。何？この警備隊は人の入れ替わりが激しい。いろんな目的のやつが集まってるからな。ミオ姉さんも修行とか行って南のユークリスへ行っちゃってるしな。それでお前にしばらく隊長代理をしてもらいたい。俺がすぐにもいなくなるってわけじゃないが、いい経験になるはずだ。ふむふむ。え、ノアが隊長代理、このリャンちゃんを差し置いて。お前はこの前頼んだら面倒だから嫌だって言ってたろ。むむむ。よし、ノア君、君を隊長代理に任命しよう。いいな、ノア。ああ、わかった。やろう。思い切りがいいのはお前のいいところだな。それじゃ、代理としての初仕事だ。ユーミルのやつに話を通しておこう。何か用ですか？ああ、実はしばらくノアのやつに隊長代理をしてもらおうと思ってな。また勝手なことを。タイの人員割り振りも一応こちらの予定があるのですがね。大体なんで私がこんないい加減な連中ばかりの警備隊を取り仕切らなきゃいけないのやら。お嬢様の頼みじゃなければ即日辞めていますよ。そう言うなって。そんなわけだから、ノアにメンバー決めの権利と、あとなんか依頼とかあれば斡旋してくれ。まあ依頼なら各地からいろいろと。本来警備隊は正規の軍の補助、そして支給の時にはいち早く対応できるように設立されましたが、なんだか最近は便利屋になりつつあるのではないかと。なんで私がこんなゴロツキどもをまとめなくてはならないのやら。さて、どのような依頼を担当してもらいましょうか。トラ退治で。トラ退治はありません。狼退治で。退治はありません。実は最近警備隊も人員不足でしてね。騙されやすそうな有望そうな人物がいたら警備隊に勧誘もお願いします。いいですかね、小隊長代理君。ノアだ。小隊長代理君、頼みますよ。メンバーが増えたら君の隊にも人員追加を考えます。今は余裕はありませんが、一応。
ろしくな。うんうん、ノア君にはリャン先輩が必要だね。癒しがいるかしら。あれ、Thank you.
癒しがいるかしら。また来た。知ってる？東の方って聞いたんだけど。ねえ、知ってる？確かにその方向に。よし、愛と正義の魔法少女メロールの出番だね。ありがとうお兄ちゃん。それじゃあ。間もなく行っちゃったけど、赤歌峠はあんな女の子一人で行くとこじゃない。行こう。あそこ。東ってどっち？赤歌峠ってのがそっちにあるの。それは。あ、分かった。ありがとう。それじゃ改めて出動。もう行っちゃった。早く追いかけないと。
よしよし、やっと見つけたよ。こんなところを隠れ家にするなんて狡猾なやつなんだね。でもこの正義の魔法少女メロールはお見通しなんだから。あ、お兄ちゃんたち何者？あ、もしかして悪の手下？うんうん、なんだか悪そうな人たちだ。だったら改心させちゃうよ。あ、悪の手下？地域の平和を脅かすのはこの私が許さない。ルーンの光に導かれてやってきた愛と正義の魔法少女メロール、ただいま参上だよ。え、あ、ちょっと先手必勝、えい、マジカルキューティーショット。ごめんなさい、お兄ちゃんたちは悪い人たちじゃなかったんだね。人を見かけで判断しちゃダメだよね。うん、反省する。そんなに悪そうだったかな。それでお兄ちゃんはなんでここに？ああ、エルティスワイスで君のことを見かけてね。この赤歌峠は前に任務で来たことがあるけど、元は山賊の砦があった場所で、今はモンスターが出るようになっている。君みたいな女の子が一人で来るような場所じゃない。それで追いかけてきてくれたんだ、名前も知らないのに。いや、名前はあの時も大声で言ってたし。そっか、うん、分かった。お兄ちゃんがとってもいい人だって。それじゃあお兄ちゃんたちの警備隊ってのは正義のチームってことだね。一応そういうことになるかな。それじゃあこういうことだね。愛と正義の魔法少女とノアのお兄ちゃんの正義チームとでタッグを組んで戦うってことだ。ちょっと待った、俺は君を止めに来たんだ。それに戦うって、ここには恐ろしいモンスターが救ってるって。それもただのモンスターじゃない。放っておいたら恐ろしいことになる魔力を秘めたモンスターが、それを倒すためにここまで来たの。それを一人で？何回失敗しようと立ち上がって前を向く、それが真の魔法少女ってものなんだよ。わかった、それじゃあそのモンスター退治に参加するよ。うん、愛と正義のタッグチームだよ。それじゃあ早速行くよ。
さーて、覚悟しなよ。さあ来い。タッチと。やった。ゴー。正義の大勝利ね。経験が力になるのさ。さあ、行くよ。さーて、覚悟しなよ。やった。タッソ。チッ。
ガッ。さあ来い。さあ、行くよ。見つからないな。なあメロール、本当にその
魔力を秘めた恐ろしいモンスターってのいるのか？もちろん、昔一緒に戦った人から聞いた情報なんだから。誰かの依頼ってわけじゃないのか？え？違うよ。でもみんなが困っちゃうようなことになる前に、この愛と正義の魔法少女メロールが悪を倒すんだよ。勝手に？もちろん、人知れず悪と戦うことになっても、それが魔法少女の使命だもの。それにノアのお兄ちゃんだってそうでしょ？誰にも頼まれてないのに、私のこと心配して追っかけてくれたもん。うん、一目見たときにこれは正義の心を持った人だって分かったよ。悪の手先って？さあ先へ行くよ、ノアのお兄ちゃん。一緒に愛と正義を広めるんだよ。なんだかリーンに似てる。さーて、覚悟しなよ。レンズや！マジカルキューティーシャット！さーて、覚悟しなよ。行くよ、ノア君。了解。一撃パンチ！
さあ、行くよ。正義の魔法少女メロール、ただいま参上だよ。
これでどうだ。やっ、あら、とどめ。楽勝。さて、覚悟しなよ。さーて、覚悟しなよ。よし、はっ、あたー、あたー、チェッ、さーて、覚悟しなよ。
Ugh!